おはようございます、釣り子 TV です。ハワイ最後の戦いはこれね、ディアモンスターの MX0、 これでね、ちょっとした小物釣りにチャレンジしてハワイの釣りは終わりたいと思います。このね、コツギナサをね、これでなんかね、適当なワームのクズとかね、日本から持ってきたやつを投げてやってみたいと思いますね。じゃあ準備していきたいと思います。のぺかおだから、もうほんと日本から持ってきたね、こんな磯目ちゃんとかね、まあ、こういうもう開いちゃってる切れ端のやつでいいと思うんだけど、でこういう簡単なハリスでね、短竿でやっちゃえばいいかななんて思ってますが、まあ、とりあえずね、準備してやってみたいと思います。はーい、仕掛けが完成しました。もうね、延べ竿にサルカンで針、見えないだろうけどね、これにあのバイオエサね、切れ足ガルプとかでもいいと思うんですけどね、こんな感じで。じゃあちょっとやってみます。見てください、何ですかこれ。ハワイ最初ね、磯目ワーム MX0 ね、これでまあちょっと本当なんか釣りで遊びたいっていう時にね、こんな感じで外国とかでも遊べちゃうんで、名前さいらずのね、このパワー磯目とかスタンバイしておけば OK っていうことで、MX0 と謎魚